フィリップ・ミラーフィリップ・ミラーは、スコットランドの演芸家、植物学者である。1731年の著作、演芸辞典で知られる。デプト・ホードの農家の息子に生まれた。1721年から、チェルシー薬草園の学芸員として活躍し、没する直前まで園長を務め、野菜、果実、花の品種改良や海外から集めた植物の、 栽培を行い、チェルシー薬草園を当時最も充実した植物園にした。後に旧ガーデンで働くウィリアム・エイトンやウィリアム・フォーサイスを育てた。世界最高級の綿花とされるシーアイランドコットンはミラーが品種改良したものが植民地で栽培されるようになったものである。1730年に王立協会の会員に選ばれた。百二十四年に ガーデナーズフロリスッツディクショナリーを出版し、1731年に園芸辞典を出版し、園芸辞典は何度も改訂され、ジョブベースターによってオランダ語に翻訳された。1760年に園芸辞典に記載された植物から300種類の図集、園芸辞典収録植物図集を出版した。ミラーはカール・フォン・リンネの分類法に批判的で、園芸辞典でツルヌ・ホールや、 ジョンレイの俗名を用い、1768年の改訂版までリンネの種名を採用しなかった。ミルは植物の学名で命名者を示す場合にフィリップ・ミラーを示すのに使われる。ありがとうございます。